わー、なるほど。え、ちょっと待って。え、ねえ。俺の時とドンキの位置が違う。俺が若い頃ドンキこっち側にあった。え、時代変えれる？え、ちょっとさ、俺が若い頃の時代に行こう。左上を、時計をいじる。いや、もうすでに2009年なんだが。今これが、もう Now で2000。あんたドンキあったそうだよ、ドンキここだよな。そんで、悪い奴らがこんなやつと、こういう奴が悪い奴らがここでナンパしてんだよ。そんで、そうすると、この西武の、あ、東急の警備員にクソ切れられんの。お前こんなナンパしてんじゃねえつって。そうだよな。ドンキさ、やっぱここにねえと。で、俺がよく合コンしてた場所にじゃあみんなするとこ。ここもよ。どこだっけな。この辺のね、地下の安い居酒屋でよく女と飲み会してたわ。ガチャガチャしててよくない？うわ、懐かしい、マジ。ちょっと待って、まだある？セガはあるだろ、さすがに。セガがドンキになっ、え、ドンキだらけじゃん、何これ。こうなんかさ、いろいろな、なんかその、若者が遊ぶ場所がいっぱいあったんだよ。いや、ここのマックな、ここのマックまだある？渋谷マック。渋谷センター街のマック。あ、よかった！まだあった！いや、ここ潰れたらマジで終わりよ。もう、パチンコでも行くか。クソ笑ってるから。綾波がクソ笑ってっから。あ、カラカンになったんだ。ファーストキッチンとかまだあるの？やべえ、これ生放送して、俺、ここで。ファッキンまだある。ウエンディーズに乗っ取られてんじゃねえかよ。おめえらにとっておきの八百屋さん教えてやるわ。俺、とっておきの八百屋さん、もう絶対言うんじゃねえぞ。このセンター街に、八百屋さんがあるの知ってるか？12年前だって。ここに八百屋さんあるんだよ、ここに。おい、バカ！あれ、ここに八百屋さんなかったっけ？絶対あるぞ。あ、そうなってんのか。ペットも飼えねえじゃん。金持ってねえから。女連れてってよ。ほら。俺が将来生活に余裕ができたらなあ、犬飼ってやるからなっつって、帰り道にこのヘルスに、なんかヘルスをチラチラ見ながら帰ってたわ。でこの辺にタランチュラが売ってる。平成女学園。あと、あ、なんだっけ、まだ舐め足りないぞみたいなのもあるんだよな。俺がなんか風俗にまだ行ってなかった頃に、なんだろう、セントスがさ、ケースケートやってる番組みてえな風俗があるんだよ。まだまだ舐め足りないぞ、みたいな。ああ、もうねえか。この辺にさ、まあ、うさんくせえさ、あれがあったんだよ。アクセサリー屋があったんだよ。あったあったあった、これまだある。さすがにないよね。ここにさ、知ってる？ここに世界一うさんくさいアクセサリーやがったんだよ。うわ、懐かしい。そんで俺ここでいつも髪の毛セットしてたわ。三面鏡になってるから。渋谷じゃなくてさ、新宿行こうぜ。駅前行く？新宿駅前のさ、12年前なんてちょっと今と全然違うんじゃないかな。え、これ新しくね。
の土駅前行こうぜ、土駅前。ここどこ？いやー懐かしいな。ライオン広場ね。ここって今何広場っていうの？ライオンがね、きったね、ライオンが一匹寝てるんだよ。ここに。ライオン広場ってところ。これ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 。これまだある？ライオン。これ謎に穴開いてんだよ、ライオン広場。ある？まだ。あるんだ。12年前って言ったら、俺が23。クソ若えじゃん。なんかでかいさ、その土地を象徴するような建物には変わってほしくないね。で、今さ、ヤマダ電機なくない？あるか？なんかヤマダ電機変わってたんだよな。前見たとき。なんかさ、変な外装になってなかった？モニター、液晶がバーンってあって、ここにいつもなんか、流れてんじゃん。え、潰れたの？本当に。あ、そう、大塚家具になって、そう、大塚家具。で、大塚家具の方が潰れそうじゃねえのか。じゃあ、俺が、デートに使っていた、場所を今から巡っていくわ。この辺にある、とんかつ茶漬け。多分まだあるな。なんだっけ？なんか、この辺にとんかつ茶漬けあるよね。よー言ってた。めちゃくちゃうまいんだ。あとなんだっけな、なんか、いっぱい行ったぞ。で、今、ガチで使ってるところはちょっと内緒にしとこう。お、まっちゃんじゃん、新宿の。コマ劇見に行こうぜ、久々に。ほんとにお金持ってないときに、まだあるかな？この辺にね、回転寿司があって、安いウニ、どうしてもウニ食いたくて、安いウニ食ってたわ、ここで。なくなっちゃったかな？ここここここよう言ってたわマジで。潰れてるな、あれ。いやーよかったよかった、頑張れ、行ってやってくれ。ここここね、よう言ってたわ。行きつけの風俗も紹介しよう、せっかくだから。あ、やべ、マゴなっちゃった。あ、ここか。ん、こっち駅だよな。ここドンキでしょ？まあ、ドンキホーテは今もあるよね、もちろんね。うわ、なんか、綺麗。君の名はみたい。あ、でもなんかそんなに。え、ちょっと待って。ね、そういえばあった。このなんかカラオケ本舗みてえなの。なくなってる。今何がある？あるー。あー。すごいね。これが一番の違いだよな。駒劇場ってのがあったんだよ、新宿。駒劇前。駒劇前の、汚ねえ。広場に。こうやって見ると汚ねえなぁ。ここあれだよね。あったー！ねえ、ちょっと待って、ここさ、ボーリング場あった！今 VR 感ができた
ってるよね。あったー、ここ。ボーリング場。1階が多分ね、映画館。で、ここ、マジで世界、もう本当、違法かっていうぐらい、世界最速で話題作を、これなんていう、あれ？俺ね、もう新宿ミラノで、エヴァンゲリオン、見たぜ。めちゃくちゃ早かった。0時0分、0秒から上映してた。もう潰れちゃったんだね。打足の首絞めてた場所教えて。打足さんが首絞められた場所は、わかった。紹介するわ、じゃあ。打足さんが首絞められた場所行くね、今から。どっちだっけな、待って、この辺。やべえ、ゲロに電話しなきゃわかんねえ。どこだっけ、あのね。タクシーを拾ったから、あ、ここだ！打足さん首絞められた場所、ここ。お、今でも忘れてねえから。この、あのね、ここぐらいから絡まれて、このぐらいから絡まれて、シカトしてたの。あんなクソさえないキモホストにガチャガチャ絡まれて。で、俺シカトしてたのね。てめえ何シカト動いてんだよ、と言われて。いや、いいからいいからとか言ったら、いいからじゃねえやとか言って、つかみかかってきたところ、打足さんが、まあまあって入ったら、人造人間19号、20号に殺されてヤムチャみてえに首つかまれてあげられてた、ここで。で俺は、マジでちょっと笑っちゃった。え、打足さんあげられてると思った。で、どうやって解決したかわかんねえわ。で、みんなもさ、ここ通ったときは、ああ、ここで打足さんが挙げられたのか、って。思ってね。いや、ゲロちゃん、笑ってたのは俺だけど。じゃあ、しかもさ、一番笑っちゃいけない俺が笑っちゃった。俺が絡まれて、いや、もうほんといいからいいからって言って、俺を守ってくれたのに、挙げられた打足さんが、足浮いとるやんって、笑っちゃった。打足さん足浮いてますよ止まって見えた。あの時だけはボールが止まって見えて、ゆっくーりこうやって上げられてた。で、上げられてる最中も、普通さ、そんなことやられたらさ、どんなに温厚な人でもお前ふざけんなよってなるじゃん。だけど打足さんは、上げられながら、まあまあって言ってた。懐かしいね、ここだね。上げられ、タイミングが上げられてねえから、おい、2000、ちょっと待って、奇跡起きるかもしれない、みんな。2020年に上げられてるから、もしかしたら、これボタン押した瞬間に打足が上げられてる可能性あるから、見に行きます。決定的瞬間が取られてるかもしれない。上げられてねえか。すごいよな、そしたらな、上げられてたらね。2019か。ダメだ。消されてるわ。ちょっとさ、レジニア行かね？久々に。久々にレジニア行こう。いやー、くそ、もう一回レジニア借りてえなー。ちょっとレジニア行こう。名前もいいよね。行こうか。こっち方面から行こうか。この辺よく歩いてたわ、俺。散歩してた。待て、あれ？遠いかなんかがあるよね。ここのマックな。ここに俺がよく行ってた、行きてーここ弁慶っていうさ、とんかつ屋さんがあるんだけど、すげえ好きで、
めちゃくちゃ行ってた。ゴロちゃんと付き合ってる時に、何年前で ?5、6年前か。週、木曜休みかなんかなんだよ。週2、3ぐらいで行ってた。で、ここ行くんですよね。そうすると左手に、俺飲食店で覚えてるわ。やっぱ食べ物好きなんだな。五右衛門パスタがあるはず。あ、ここか。五右衛門パスタ。一回入ってる。いや、こうやって見ると綺麗だな、やっぱ。え、こっち行けないの？行かしてよ、ちょっと。あれ？うわー、そんでさ、ここのさ、新宿中央公園でよく、花と空を散歩させてたわ。あれももう3年前になるのか。2年前か。これは、俺は6年住んだからもうこの辺。パーパース、来た。ね、西新宿5丁目の駅な。西新宿5丁目の駅の、このマックと、スワローチェーンっていう、あれがあるんだよ。母ちゃんと行ったカニ道楽は、おい！おい、母ちゃんと行きしカニ道楽は、あの伝説の。え？潰れへんのか？じゃあ、マックから帰る道で行こうか。マックから帰るときはまずここ行くんだよ。で、この細い道入ってくるので。で、突き当たり右。ここちなみに車入れねえから気をつけろ。うめえやつじゃなきゃ入れねえから。で、俺は思ってたよ。ああ、将来な、金持ちになったらこういうタワマン住みてえなーって毎日思いながらとぼとぼと歩いていくと。いや、この花屋懐かしい！バーバー元気してっか？一回も行ったことないけど。でさ、俺がさ、めちゃくちゃ行ってたさ、クリーニング屋さん行っていい？あ、クリーニング屋さんじゃなくて、コインランドリー。めちゃくちゃ行ってた。匂い思い出すもん。この、あ、行き過ぎちゃった。進行。地下にあるところよく知ってんな。ご近所さんか。あ、ダメなんだ。ダメか。じゃあもう行く。前も行ったっけ？どんだけレジディア好きなんだ俺。レジディア好きなんだよ。さあ見えてくるぞ。まっすぐ行って、なんかここなんだっけな、となんかなんだっけな、ここ特養みたいなのがあったんだけど、で、うわー、懐かしい！マジでだったらもうピンついてるじゃん！メゾンセシモだ。ちげえ。お前メゾンセシモじゃねえだろうが、お前バカだれが！ドーン！クソいいよ、マジで。いや、な、ちょ、入らしてくれよ。懐かしい。そんでよ、ここに JAL さんが迎えに来てたよ。ここに止めてたわ、そういえば。こっちの方にチャリンコ置き場、あ、もう行かしてくれよ。まっすぐ行って。
って、ここになんかね、中学校があるんだよ。小学校、あ、いや、高校だっけな。でね、俺がね、行きつけにしてたお弁当屋さんがね、ここにあったんだけど、火事になっちゃって全焼しちゃったんだよな。あのばあさん元気にしてっかな。多分2009年とかある。ここ。めちゃくちゃうめえ弁当作ってくれてたの。で、俺が行くたんびにさ、いやいや、じゅんちゃんこれ持ってきっつって。めすっごいおまけしてくれてたの。でも、火事になっちゃって、2017年か。全焼しちゃって、でもね、死んでなかった。で、その後、多分この建った家も、この人たちの家なんじゃないかな。わかんねえ。でもそれ以降会うことなかったな。本当に悲しかった。うわ、マジかよ。んで、もう、言わずもがなだよね。ここのセブンイレブン。俺が、ビップマリオやってるときに、ちょっとコンビニ行ってくるわーっつって、3分で戻ってきたらここな。よ、早いだろ、地形だろ。早っと、もう本当にコンビニ行ってんのかって。ここなんだよ。うわーって走ってって、ここでブワーって買って、さーって戻ってくる。で、ここで長嶋監督がリハビリしてる。初田リハビリテーション病院。すごい、いいところ。俺、歩くのむっちゃ好きだったからさ。今さ、太っちゃったけど、俺昔さ、本当に細かったじゃん。63キロぐらいしかなかったの。理由は、歩くの大好きで、渋谷まで遊びに行くっていう時、俺マジで電車乗るの大嫌いだったから、こっから歩いて渋谷まで行ってたわ。一本なのね。ずーっと。気違いだな、こうやって見ると。この辺とかあれじゃね？なんかバンドマンだったら結構知ってんじゃねえか。有名なスタジオあるよね。とにかく歩くのが大好きだった。めっちゃ遠いな。いや、そんなにアップダウンも激しくない。街並みも綺麗なんだよね、すっごい。できれば反対側、こっち側歩いてねえんだ。俺いつも向こう側歩いてたんだよ。で、しかも渋谷に用がある時って大抵女と遊べる時だから、すごいワクワクしながら行ってたのを覚えてる。あ、もうちょっとで女と遊べるぞってなんか、カウパーでびちゃびちゃになりながら行った気がする。遠いね。でね、線路見えてくんだよ。めっちゃ、ちょっと待って、めっちゃ遠いわ。これ、まだまだ全然距離あるよ。この柱見えてきたら、よっしゃ、もうちょっとだってなって、ここでまず髪の毛セットするわけよ。ここで。このさ、建物のな、反射で上見て、よし。ここで髪の毛セットすんの。おめえらもやれよ。一番いいんだから、ここが。こっち見て、髪の毛、よし。今日も決まってるなってなって、ここマストな。もうすぐ戦は近いぞってなってくる。めちゃくちゃ遠い。めちゃ、絶対無理だ。今この距離歩いたら生放送で一大事だ、今日一大事が起きましたって喋るレベル。配信をだいたいいつもさ、11時ぐらいに終わらせて、遊びに行ってたから夜、若かった頃。深夜だぜ、しかも。ドキチだ、ドキチ。そりゃ、痩せる、太んねえわな。そろそろ、右手に、ローソン見えてきて、そこで、タバコを買って、よっしゃ、行くぞ、つってたけど。この距離歩いてね、何キロぐらいある？結構あるね、やっぱね。いや、でもいいんだよ。もうすぐ、なんか、ワクワクしてくんだよ。
あのね、渋谷駅の方から渋谷に入るんじゃなくて、反対側、千川だっけ、新千川の方から入っていくと、あの NHK ホールとかある方、俺東京に住んでるなーって感じがするんだよ。そして俺は迷子になっています。今道玄坂の方、めちゃくちゃ迷子になっちゃった。やっぱレジリアいいな。なんか周りのあれもいいわ。もう一回レジリア住むべえかな。これてか目黒、これなんかちょっと違わない？これ目黒じゃねえの、ここ。目黒のドンキじゃねえか。女にせんまって言われたらラーメン屋見せてくれよ、ケイクメ。お前ら、味方になってくれるか。ちょっと待ってな。それ一大事よ。東京、神田、秋葉原だ。いや、どっち口なんだ、あれ。俺さ、未だにさ、秋葉原ってさ、出口わかんないんだよね。わかる？秋葉原って。俺マジでわかんない。ほんと一番わかんない。タクシーで秋葉原行って、今どこなのかってマジでわからん。新宿ってさ、向かう方面1個しかないんだよ。要はみんな歌舞伎町の方に向かっていくじゃん。秋葉ってさ、遊ぶポイントが広くてマジでわかんねえ。あ、これ、あれか、岩本町の方だ。だよね。ってことは、この辺、あ、この辺だよ。ここだ！ここだよ、おい！ざけんな！今でも腹立ってきた！くそ！ピンポイントで止まれねえ！ちょっとさ、もうちょい手前から見えねえかな。ここにケバブじゃない、多分これ極楽屋だな。極楽屋、確かに何畳ぐらいかな。4畳もねえな、多分。すごいちっちゃいラーメン屋があるのね。で、雨の日なんかの用事があって、タクシーでバーって来て、なんか、昼飯でも食うかってなって、せっかくだからじゃあラーメン食うかって言って、ここに入ろうとして、迫って言われて、ブチチーって切れて、おい、お前ちょっと外出ろっつって。おめえはさ、働いてもなくてさ、な俺が、なたまたま YouTube で一発当てて、な働きもしねえでさ、女贅沢な暮らししてさ、幸せに暮らしてるかもしんないけど、おめえ、ここの、極楽屋のよ、店長はよ、朝の3時から仕込んでよ、おめえみてえな、うだつの上がらないバカに、ラーメン食わせてやって、なんでそんな悪口言われなきゃいけねえんだ。てめえたた、おめえなんか、お前なんか、俺の目の前から消えろ。ここで投資しろっつって、そのまま降りたタクシーにパッて戻って、品川駅に帰った気がする。クソ切れた、マジで。その時の女の人は俺です。今まさに俺が帰った後に取り残された女の図で、雨ザーザーの日で金1円も持ってなかったから、女が、秋葉かなんかの警察署に、助けてください、お金貸してくださいつって、何があったんですか、 DV ですか、俺指紋取られたんだからな、お前、俺指紋取られたんだぞ、なあ。湾岸警察署に俺の指紋あります。捕まったらすぐ俺もうパクられます。もう握られてるんで。加藤さん、一応指紋取らせてもらっていいですかつって。はい。もうすぐやられるからね。俺もだから。ねえ、ちょっとさ、秋葉原のさ、のこと教えて。俺秋葉マジでわかんないんだけどさ。ここって何口？
ここ。まずここ教えて。ここ何口？俺いつもここに連れてこれるの？これ何口ここ？昭和通り口？昭和通り口。で、迷うの、まず。え？もういつもの気持ちで言うと、俺、こっち入ってっちゃうのね、そんで。あれ、こっちかつって。で、そう、ここに出んの。え、ここに出る、毎回ここに出る。そんで、はぁ、ここどこだよってこっち行くのね、毎回。どこだよってこっち行くの。なにこれ意味わかんねえよって言いながら、ここに出て、そう、マナちゃんがいて、あ、ここかってこっち行く。あ、そうだ、できたわ。で、ここが俺の中の秋葉の正面出入り口。ここに、ここに三上優愛立ってなかったら俺いつも迷うんだよ。ああ、三上優愛いたからこっちだ。ここ潰れちゃったよね。で、俺ここで一回ロケしたことあるから、エムズ。イベルトの。わかんねえんだよなぁ。スーパーポテト行くか。なんか秋葉原行きて、もうさぁ、クソさぁ、老害みたいなこと言ってさ、なんか、外配信させてくんねえから、秋葉のこの辺で。めちゃくちゃやりたい。だってさ、俺、秋葉体制全くないから、新鮮なんだよ。うわ、何これメイドいるじゃん秋葉で外配信してよ。配信無理だとしても、なんか、動画回して、加藤純一、秋葉田んぼ。いつも行くのさ、マジでスーパーポテトしか行かねえから。昔の秋葉、オッケー。ポテトまでの道のりだったらもう一瞬でわかるぞ。ここよ、ポテトは。マジで、俺が愛してやまない、レトロゲー、ショップ。本当に愛してる。潰れないといいなぁ。1階がこういう別のテナント入ってて、2階がファミコン、3階が、PS2 とかネオジオとか。4階にゲーセンがあるんだよ。めちゃくちゃいいから。で、4階のゲーセンはゲームしなくてもいいですよっていうルールだった。昔、もう今もうゲームセンが潰れちゃってレトロなゲームセンターないから、ここで休んでいいですよって言って、結構若いカップルとかも座ってる。で、ここの正面から見て右から2番目の窓のところにタバコの灰皿置いてあって、でっかい。今はもうねえんじゃねえかってぐらいでっかい赤い灰皿置いてあって、窓際でタバコも吸えた。今はわからん。で、ここまでしか行かないからさ、わかんないんだよな。めちゃくちゃハゲてる。めちゃくちゃハゲいた。信じられない。ハゲ金髪いた。ハゲ金だこれ。YouTuber だわ。いや、アリシコロのオタクいた。おい、これアリシコロのオタクじゃねえか。今こんなオタクいねえよ。なんか綺麗になっちまったな、おめえらも。昔はさ、ふふふふふふって言ってたのに。ポテトだけだよ、合ってねえのは。全然変わってないじゃん。驚かない。何にも変わってない。ちゃんと掃除してんだな。また行くからね。来年の1月1日。買いに行くからね。福袋。俺が絶対貢献するぞ。で、それを、また、売ると。藤田さんに。クソ儲けだからな、あれ。めっちゃ俺のこと、待って。ね、俺に気づかれた。俺がやっぱ有名人だから見てる、みんな俺の方。おちおち外も歩けないんだが、こんな見られたら。いや、なんかやっぱオタク層がいい味出してんな。何このおじおた、じじおたやる、じじおた。こいつらもババアになってんだろうな、終わってんだろうな、今地獄見てんだろうな。
地獄見てますか。AKB の劇場ってどこなの？ AKB 劇場。ここなんか最新のやつ見てるな。え、ドンキの上に AKB の劇場あんの？あ、有名なさ、あれなかったっけ？メイド喫茶みたいなの。ほんとだ。俺すっげえ若い頃、ほんとに、走り？メイド喫茶の走りみたいな時に一回だけ行ったことあるよ。なんでだっけな。ここのドンキの7階かなんかに。2009年。今は？今がこれか。2009年は？はぁ。なんか昔の方がさ、やっぱ、人が多いのかな？それとも、撮影するタイミング？あの、六本木とかマジ人いなくなっちゃったよね。俺が18歳ぐらいの時に、六本木なんつったら、すげえ若者に溢れ返ってたのね。でも、ちょっと前だろうな。その時から、なんか4、5年前は、もっと若者いっぱいいたのになっておじさんたちが言ってたから。渡辺真由が、あれしてんじゃん。なんかさ、もう秋葉原オタクの街じゃなくなったよね。観光地になってない？オタクじゃねえよな。だから俺行くのちょっとはばかられるもん。汚い格好で行けねえ、秋葉って。そうそう、外国人が観光してるイメージ。オタクの街だ、つって。いねえ、オタクは。池袋かなんかにいんだろ。オタクって。池袋が、ちょっと待って、おい。池袋行くべ。ラジアンしに行くべ。ラジアンじゃないんだっけ、ニコラジしに行くべ。ニコラジだっけ？あれもう6年前だぜ。嘘だろ。ラジしに行くべ。マジで、この辺の位置関係わからん。下。さあ、どこだ？ここはどこじゃ？ザ・池袋みたいな店に入れられた。いや、行ってたな、こういう。いやー、なんかさー。いや、まっちゃんとよっちゃんとさ、てんぐちゃんとさ、4人とも今はみんな金持っちゃったけど、信じられねえぐらい金なくて、おい、190円だよ、ビール飲めるところがあるぞっつって、そこで、死ぬほどビール飲んで、おい、3200円で行けるキャバクラがあるぞっつって言った気がするわ。そんで、3200円以上取られて、クソ大喧嘩して、ボーイと。んで、ここに吸い取られるんだよ。で、出禁になるっていう。北口行きて。西口。ハゲ。昔の彼女の家行こう。17年前ぐらい付き合ってた女の家に行こう。個人情報ダダ漏れチャンネル。おそらくもう住んでねえだろ。西一番街ってことはこっちか。あのさ、なんか18歳ぐらいの時に付き合ってた1個上ぐらいの女の子が、ジュン、あんたはお金持ってないから私がキャバクラで働くっつって、なんかここに面接しに来て、
で、俺は、そのキャバクラの体験入、体入をずっとここで待ってたわ、俺ここで。ここで、なんか面接して、そのまま行って、俺6時間ぐらいずっとここにいた。多分今でも使ってんじゃないか。いやーん。ニコラジ終わりに山田さんとよう飲み来てたな、こっちの方。カードちゃん、行くよ。あのね、こっち、立川かな、あれ。山田さんね、あれ立川だ。広島の。なんかでも池袋ぐらいが一番いいな。落ち着くわ、なんか。落ち着かない？池袋。俺がさ、絶対ぼったくられた水着キャバクラ、お前らに。絶対ここ行くなよ。確実にぼったくられたから、あれ。この辺で拾われて、これに水着キャバクラあったんだよ。こっちも、こっちの方に。んで、なんかさ、3人で行って、16万ぐらい取られた。おかしいよね。で、天狗ちゃんベロベロで、よっちゃんもなんかベロベロで、俺もなんかグダグダで、結局、なんか天狗ちゃんが15万ぐらい払って、あの金俺返したっけな。多分返したな。なんか誰か一人、俺か天狗ちゃんがどっちか全額払ったんだよな。いや、この辺だってやっぱ背筋伸びるわ。いや、背筋伸びる、マジで。この辺だって言うと、山田さんの声聞こえてきたもんね。山田さんの声聞こえてきてる、もう。背筋伸び始めてる。マジで。ここでやってたんだよ。あの、音楽をもう。あれ、音楽を、え、待って、大石さん、2018年ぐらいからやってたか。すげえ、大石さんのおかげで、甘い汁吸えたな。うちの母ちゃんがすごく喜んでた。あんたパルコで今出てんだって。やっぱネットのことわかんないじゃん。でもさ、わかりやすいじゃん、パルコとか。え、そうだよ。楽勝だよって。写真撮ってこれであげた。このね、地下に潜っていくんだよ。ここ行けねえけど。何このハゲギャル王。おい、ハゲギャル王がいる。捨てたもんじゃねえな、池袋も。まだ牙を研いでんだな。いにしえより存在するハゲギャル王じゃねえか。外配信しないからな。マカオ行くか、じゃあ。いや、マカオだったら案内できる、俺。一般的にさ、みんなが思い描くマカオって多分上だと思うんだよ。俺がいつも行くのはここなのね。羽田から近いだろ。まあ、香港ぐらい。6時間ぐらい。で、香港着フェリー便もあるんだけど、最近はマカオ直行。待てよ。ドラゴンサウナ行くか、じゃあ。ドラゴンサウナ。じゃあマカオ街にさえ降りちゃえば俺わかる。いや、そんな詳細なさそう。結構さ、香港とかさ、マカオってこういうイメージない？こういうイメージ。すごいね、面白くて。みんな見てくれよ。こんな、ぐっちゃぐちゃな、お世辞にも綺麗とは言えないでしょ。だけど、この通りの反対側、
もう天国、反対側地獄みたいな。すごくない？こんなだぜ。これが、その、昔から、あるマカオ。で、最近ね、その、アメリカ資本の、企業がバンバン入ってきて、この橋一個渡ると、橋一個渡ると、向こうがもう、ちょっと廃墟みたいじゃん。橋一個渡ると、むっちゃ綺麗なの。この橋わざわざ渡なくていいな。見て。全然違わない？世界一、でっかいプールのあるホテル。ギャラクシーマカオ。4個ぐらい、もう、超高級ホテルが。乱立してて、で、その4つのホテルを、経由してるバスも出てる。要は、全部のホテルでカジノしてねーって。クソ行きたくなってきたマカオマジでやばビザ切れねえかな奇跡的に加藤純一の日本ビザ。マカオ帰らしてくんねえかもう大して時差ねえからよ。生放送に支障来たさねえから。昼間風俗行って夜配信してよ。ただね、俺がおすすめするのはこっちじゃねえんだよ。こっちって物価も超高いから。こっちのよ、おもれんだよ。ドマンマカオ行くか。見てこれ。なんかさ、あれにありそうじゃない？なんだっけ、なんとかマン。ゲームでさ、人殺すやつ。ヒットマン、ヒットマン。いや、なんか馴染みの場所行きて。俺さ、マカオ行ってもさ、女買うか、ね、風俗行くかさ、カジノしかしてないから何も知らねえ、マカオのこと俺。観光したことねえ、俺。そういえば。何もわからん。タイはどの辺？タイ、マレーシア、シンガポール、この辺だ。タイもいいよな。マカオよりタイの方が遠いんだ。6時間？パタヤ？ん？パタヤ。あんまりタイ2回ぐらいしか行ったことないんだけど、まあ、バンコクから南の方に行くとさ、パタヤビーチ。左上だよね、プーケットは。この辺にプーケットがあるんだよ。すごい綺麗な貴族が行く場所。俺みたいな蛮族は、パタヤ行って、パタヤだっけ？ゴミ拾うわけ。プーケット行ったことない。むっちゃおもろかった。なんか、パタヤビーチへようこそって、笑い犬の冒険とかでやってた。パタヤ、ここだ。本当に勝負しかいなかった。マジでクソおもろかった。街全体がなんかもう、裸足で女が客引きしてるみたいな。で、そういうの見るとさ、やっぱ一般的にはさ、なんか、アングラだなとか、かわいそうだなってイメージを持ちがちだと思うんだけど、すげえ明るかった。なぜならタイは微笑みの国。なんだよ。微笑みの国タイ。すごく国民が優しいし、明るい。本当に優しい。で、お金持ちが、お金を持ってない人に施しをするのは当たり前。っていう考えがあるらしくて、お金とかをあげれるんだって。何を経由してあげるかわかんないけど。お互い気にしないらしい。もらうのもさ、嫌じゃん。なんで俺がこんなやつに施し受けなきゃいけないんだよ。そういうのがあんまないらしいよ。幸せの、あれは高いんだよな。だ幸福度が確か世界で一番高かった気がする。タイ住みたい。で、俺世界一うまい手こきのババア知ってるからおめえ紹介してるわ。50ぐらい、なんか達人の、
達人手こぎババアがいるから、今度お前、なあ、タイ行くよっていう時、人は俺に教えて。本当に俺も、いや、やめてやめて、いいからいいから、マッサージだけでいいからいいからつって、一回だけ試してみなつって手こきされたら2秒で言った。ピピピピピつって。50ぐらいのクソババアでめちゃくちゃ手こきめババアがいるわ。なんだお前何それ、くっ、俺めちゃくちゃ治療じゃん。50ぐらいのババアにさ、2秒ぐらいで行かせたら、シュ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 つって。あれは鉄人手こきババアって呼んでんの、俺は。いない？海外旅行行ってさ、そういう夜のお店行った時に、いる達人ババア、ま、じゃ、これマジであるある。風俗あるあるなの。達人ババアがいるの。ちょっと、夜の店知ってるコーディネーターみたいな。身内のコーディネーターが、一般の人には教えないけど、まあ、実はこれなんですよ、っていうみたいな、よくあるじゃん。で、加藤さん、もうほんと手こきの達人のババアがいるから、ほんと一回行ってみてくださいって言われて。いや、もういい、俺若い女がいいけど、まあでもノリ悪いと思われたくないから分かりましたつってノリノリノリして行って、マッサージだけして40分で出てこようと思ったの。で、35分ぐらいずっとマッサージしてもらって、いや、いいや、だいぶだ、俺ほんとにマッサージだけでいいからって残り5分ぐらいでほんとに、つって、信じられないぐらい、射精した。全然顔もババアだし、体型も超デブなのに、技だけで俺にぶつかってきたの。だってオナニーするときにさ、みんなはどうやってオナニーする？要はさ、エロ本見たり、エロビデオを見たりするじゃん。それじゃないんだよ。その女を見ても俺は興奮しなかったんだよ。なのに、技だけで俺を生かしたんだよ。はい、ちょっと、あのババア、しかもなんか片言の日本語喋れて、何人ぐらい手こきしたことあるのって言ったら、1万人っつってた。1万人手こきババアがいるから、おめえらに紹介してやるから。1万人手こきババアがいるから、ちょっとね、みんなにも、男の子がちょっと、1万キルしてんだよ。50歳ぐらいの。あれ、ちょっと紹介したいな。タイの思い出もその手こきのババアの話しかねえや。いろんなさ、ゴーゴーバー行って、可愛い女の子と飲んだよとか、あるよ。だけど、もうそんなの小さい思い出。あの手こきババアの技。あいつなんとかしてさ、助っ人外国人みたいな感じでさ、日本来てくんねえかな。そしたら日本の風俗に革命が起きるぞ。あのババアさえ、あのババア一人が世界を変えると思う。こうやって見ると世界って狭くない？振り向き12センチぐらいだよ。もうすぐ行けんじゃん。ピューつって。俺でもこっちの方行ったことないんだよね、一回も。この辺とかさ、この辺とかちょっと行ったことあるんだけど。こっちないんだよな。面白い？各国の本当の大きさが分かるサイト。へぇ、見てみる。メルカルト図法はかなり有名があるから日本が小さく見える。ああ、本当は日本はこのぐらいでかいんだよってことか。アメリカとかはサイズ変わんないんだ。チャイナクソデカじゃん。インディアとチャイナクソデカじゃん。日本動かせる。すげえ。飛んでっちゃうかな？ブーンつって。なんかさ、この辺ガチャガチャさ、今もうめんどくせえじゃん。ここ何しよっか、日本。もうハワイ、この辺でいいんじゃないの？気候もいいし。ここにしよっか。新しい日本の場所。ここにしよう。なあ、この、四国のさ、この、ちょうどいいところに、ハワイをバジッとはめて。ちょうどいいじゃん。中国、クソでけえ、マジで。
あ、インドがでかいね、結構ね。いや、USA がクソでかいじゃん。なんかアメリカ行って思ったけどさ、アメリカって今人口何億人ぐらい ?3、4、5億人ぐらい。まあ、ロシアはな。でかいけど、3億人か。あのね、アメリカはね、土地が無駄に広すぎ。本当に、車で走ってて、俺なん、どうやって言ったんだっけな。ベガスまで車で行ったのね。じゃあ、ラスベガスから、なんか、グランドキャニオンまで車で行ったの。1時間半ぐらい。あたり見渡す限り、砂漠。意味が分かんなかった。もうね、感覚がバグった。海の上を車で走ってる感じ。海の上走ってる。例えばアクアラインとか走ってる人分かるかもしれないけどさ、遠くの方にちょっと家があったりするじゃん。それを、そのスケールを土でやってた。むちゃくちゃ広かった。ほんと広かった。あ、これ戦争勝てねえなと思った。でもね、俺中国行った時はそう思わなかったの。理由は、人が多すぎてアホみたいにチャリンコ乗ってたの、俺の時。尋常じゃない数の人間がチャリンコ乗ってて、国が広く見えなかった。マジで。で、多分、山とかも多いんじゃないかな。今はそれがみんな車に乗ってるらしいよ。多分環境汚染とか尋常じゃないんじゃない？俺が最後に行ったの小学校6年生だから、もう、23年前。どういう変化遂げてるのか逆に気になるわ。うん、なんだこれ、おい、なんか、おい、中国がなんか伸びてきてるぞ！おい！おい！座れてる中国が！おい、中国が、全世界を今、追い、この野郎！すべてを覆う勢い。シュッ。クヨッ。あ、なるほど。こう遠近法があるからってことか。シュッ。面白いサイト。てかさ、ラスベガス、最後にさ、ラスベガス行こうぜ。やっぱ、ちょっと違うね。他の国とは違うわ。俺なんかマカオもベガスも変わんねえだろと思ったけど、全然違うわ。すげえわ。天国じゃん。天国じゃん。綺麗だなぁ。すごいね。死ぬ前にもう一回だけ行きたいわ。遠いからさ、なかなか行けないけど。ゲームの中みたい。なんかさ、こう、しかもこう見えて意外と金使わないでいけるんだぜ。カジノとかも、意外と1ドルからできる。旅費の方が高い。しかもホテルめっちゃ安いし。結構いいホテルで俺1週間で多分5万ぐらいだった。ホテル代限りなく安くして、できるだけカジノで使ってほしいんだって。本当はどうか知らないけど。めっちゃ安かった。このホテル、そんなに安いの？って思ったの。わあ、綺麗。うわ、行きてえ！なんか行きたくなってきた。
格ゲーのイベントで行ったんだよな。綺麗。俺でもさ、一個懸念材料というか、俺さ、女の子、アジアの女の子が好きなのね。だからね、そっちの遊びできなくてつまんねえんだよな。これこそヒットマン見てたな。なんか俺の旅行熱がちょっと下げられたわ。行きてえなあ、どっかなんか行きてえなあと思ってたけど、こんなお手軽に行けちゃうんだね。今アジア人差別やばい、マジで。なんかさ、エイペックスかなんかでさ、アジア人差別は反対っていうバッチ出たんでしょ。あれだけ欲しいんだよな。俺、黒人差別は反対バッジをやっぱね、我々は高らかに声を上げてるじゃん。なるらしいぞ、今。最近はそっちがもっぱら、主流らしい。オッケー。ちょっとなんか、夜遊びしすぎちゃったな。ネット遊びしすぎちゃったな。